はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターをね、ちょソードシールドのシングランクマッチじゃないんですけど、いやもうなんか今シーズンもうなんか結構いいかなみたいになっちゃったんで、動画で使ってたね、並びを、あの並びっていうか、まあ今シーズンの僕の受けるやっぱこういう感じになるんじゃないかなみたいなのをね、ちょっと紹介していく、まあ解説動画っていうか、そういう感じでやっていこうと思います。でこれが今ここにいるのが、僕が今シーズンっていうか前のシーズンもそうだし、シーズン15、そのこの禁電ルールになってから、まあ、ほぼ使い続けてた並びの原型が、まあ、大体こんな感じで、ちょっと枠をね、一個ずつ説明していこうと思います。で、まず最初に入ってくるのが、禁電枠として無限ダイナを選んでて、まあ、理由はアクーラオスが、まあ、受かるからですね。ただ、ダイジェット絡めてくるウーラオスがちょっときつくて、まあ、それが課題かな、多分。でも、そこまで考えると多分攻める動き取り入れないと、無理なんじゃないかな。無限ダイナもダイマックスできるんだったらまだ話変わってきたけど、それはできないから、まあちょっと厳しいかなって感じだね。あ、これ持ち物今ちょっと嫌のみになってるけど、本当は、逆なんですよね。これが、こうなって、こうか。黒いヘドロスね。で、技構成がまあ再生身代わりが多分確定。まあ再生がアクーラを続けてまず入ってくる。で、早くて硬いから身代わりが欲しい。で、まあ、マジフレが多分先入ってきて、毒かダイマックス砲かみたいな。で、なんとか、なんか、枠を工夫して、ヘド枠を入れれると、レヒレに強くなるから、まあ、結構、レヒレがきついと思ってる人には、結構いいのかもしんないかなって感じですね。で、努力値が、性格図太いにして、B に振り切って、で、S を僕は、紙剣抜き、最速紙剣抜きまで振って、C、D に4ずつ振って、で、ラスト全部ヒットポイントに振るみたいな感じですね。S が多分、僕のは受けループの人の中では多分早い方で、他の人は多分もうちょっとヒットポイントとか耐久に回してると思うんだけど、まあ、紙剣そんないないし、あんまり別になくてもいいかな。むしろ、純速 S 版よりなんか早くなっちゃったりとかして、その、なんかややこしくなるから、もうちょい遅い方がいいかもしんない。多分、百族抜きか、ガブリアス抜きとか、そんぐらいかな。まあ、ガブリアス抜きはあってもいいと思う。ダイマックス砲で削った後処理するルート取れ、一応取れるから。で、耐久でそんなに、そこまで振る分耐久削っても全然平気だから。まあ、そんな感じっすかね。なんか、この、は結構、いや無限ダイナの方を、なんかその、受け性能を残しつつ、その、役割対象をずらせると、多分結構勝てるかな。僕は、そのシーズン15は、ダイマックス砲マジカルフレイム、みたいな感じの意外と読まれなかったから、結構それで拾った試合もあったかなっていう感じですね。で、次が無王の枠で、これは HB に振り切って、まあ、B 特化で5つ目持つっていう、まあ、ザシアン受けの定番なんだけど、なんかこの枠をウィンディとかで使う人もいるみたいですね。ウィンディは僕はダメージ計算した感じ、なんかちょっと処理ルートがパッて思いつかなかったけど、多分 HB 特化にして受け出しからあれかな、鬼火打つかみたいな、そんな感じなんかな。再生から入っておにぎりとかなんかな。ちょっとよくわかんないけど、この枠がね、ちょっと、なんて言うんだろう。まあ、ザシアン受けが完全に成立するから、まあ、いいんだけど、ワイボザシアンがこの世界から絶滅してくれたらドヒドで受けたいかな、本当だったら。結局そのヌオってザシアンしか受かんないからね、その、なんていうの、ザシアンいる試合には、まあ、ほぼ絶対投げるぐらいなんだけど、それでもその結局、例えばザシアン、アクーラオス、サンダー、あとなんだろう。で、その時点でもうダイナヌオバンギって絶対投げなきゃいけなくて。で、まあカバルドンはうざいし、ラップラスはレード考えるとめちゃくちゃ重いし、あとなんだろう。まあダイナでごまかせるか、ただ。ただ、あとその、なんていうの、その結局、ヌオが全然浮かんない、ザシアンしか浮かんないせいで、選出策がめっちゃ発生するから、それが難しいかな。だから無限ダイナの枠僕イベルタルにしたいなってちょっと思ってる。そうすると、そのダイマお互い切り合った後だったらヌオーで受けが成立するみたいな場面が結構ある。そうなると、かえって天然がかなり生きてくるから、それはね、面白いと思ってるけど、まあちょっと、あんま思いつかないかな。なんか、うん。そうなると多分、あれだね、イベルタルヌオー、ドヒドラッキーアットニみたいな感じになってくるのかなとかって。思ってますね。で、このポケモンは技構成結構いろいろ工夫できて、まあ再生はまず確定かな。で、毒入れれるポケモンが少ないから僕は毒入れてるけど、
またアクアエルがあっても結構いいと思う。てか強いと思う、普通に。まあその場合多分地震か熱湯切るんだけど、まあ熱湯は普通にめちゃくちゃ打ちたいし、地震はヒードラにちょっと強くなるから、まあかといって布でヒードラ見る場面あんまないけどね。まあ対面的に地震打ってぐらいかな。まあそんなに蓄えるの方が役に立つかもしんないかな。ただまあザシアン受けって感じですかね。一応あと相手のダイマックス使わせた後に布で止めるみたいなのはなくはないけど、あんまかな。で、これが、バンギーラスが、まあ、クロバドレックス受けの枠で、まあ、特集系、結構幅広く、担う感じですね。HB 振り切って、あ、HD か、振り切って、あまりなんか B か A か、まあ、なんでもいいんじゃない多分。A で、まあ、A でもいいと思うけど。で、ドラパルトがたまにいるから、その辺も、バンギーでちょっと頑張る感じかな。で、技がイカ様はまあ、絶対必要なのと、持ち物残飯。あ、ヌオを詰めって言わせてたかな。まあ、打者向けにね、必要。これは昔から変わんないっす。で、バンギは残飯。これもまあ、昔の突撃数系のバンギラスの時代からの、まあ、流れがあって、こうなってますね。まあ、アクアザは多分僕はイカ様が強いと思う。ランドロスの後出しとかに負荷かけれるから。で、ロックブラはサンダー用で欲しいかな。あと、クロバデレックスの身代わりにちょっと刺さるから、意外と、まあ、ロックブラは結構、昔からずっと入ってるけど、まあ、タイプ1だしね。普通に強いと思います。で、多分守るがないと体力管理はちょっときついからさすがに欲しくて、まあ地震の枠がステロか眠るかみたいな感じかな。ただ、まあ見ての通りヒードランめちゃくちゃ重いから僕は地震にしてます。シーズン15のその35位とか取った時もステロが確か構築にいなかったんだよね。受けループにしてはかなり珍しいんだけど。だからまあサイクル的に苦しいんだけど、まあ、それでもなんとかなったから、話としてはなくはないと思う。っていうか、地震でヒードラン、まあ、弱砲ヒードランがいないから、まあ、割と、ダイマックスタクト、その辺頑張れば、まあ、なんとかなるかもしんないかなぐらいかな。まあ、あと、サンダーに、意外と、羽に合わせて地震打ってみたいなのが結構楽しいぐらいかな。まあ、ここは多分技構成はいろいろあると思います。で、エアームドのマックがランドロス受けで、これはお盆の実がないと、ランドロス受けもドリューズ受けも成立しないんで、お盆の実が必須と。で、ネクロズマ受けも兼ねてて、まあ、熱風があると無理っていう問題があるから、まあ、そこ次第かな。ただ、その熱風ネクロ受けれないにしても、ランドロスと、なんだっけ、あ、ドリューズか。そう、その辺を受けるために、まあ、お盆の実が欲しいかな。てか、無道がいないと無理だね。で、技はまあ、羽休め鉄壁で、受けが成立して、で、鉄壁プレスがめちゃくちゃ強いから、プレスは入ってきて、ラストにまあ、アイヘか、ステロか、ブレイブバードか、ドリクチみたいな感じかな。S 上げて有効な場面があるんだったら、多分ドリクチが強くて、まあ、特に、あんまいいかなって思ったら、アイヘ。で、ステロでもまあ、悪くないかな。ただ、サンダー、釣られ続けることになって、ボルチェン打たれ続けるゲームが起きるから、そうなるとまあ、バンギとか、初手で合わせてステロ巻きに行く方がいいんじゃないかなとも思うんだけど。まあ一応無動のステロも選択肢になるかな。まあそこがアーマーガードのその差別化点ではあるから、全然ありだと思います。こいつも HB に確か振り切って、あ、違う。で、ヒットポイントちょっと削って、素早さに20振ると、純速度サイドが抜けるっていう、確かね、シーズン9とかだっけな。あの、鎧のことを関係の時に純速度サイがいて、っていうんだけど、まあ今はさすがにいらないかな。まああんまランス変わんないし、なんかドサイ、まああってもいいと思う。まあそれはどっちでもいいかな、別に。で、これがハッピナスの枠が海洋が受けで、まあラッキーにしてる人も結構多いかな。で、技構成がまあ多分卵海がまず入ってきて、で、僕はこの枠でゼレナス受けも兼ねてるから、瞑想が入ってるっていう。だからこの上の5体は僕のシーズン15の構築そのまんまなんだよね。その時から、あ、まあ無限ないながちょっと、臆病から図太になってたりとか、その方が効率いいみたいで、それに変えたりはしてるんだけど、まあ、ほぼほぼ変わんないっすかね。で、まあ万能がさ、まあ海洋が全部受けれるのは結構数も多いし、まあいいかなっていう感じかな。で、無限ダイナを全ての方をハピナスで受けたいから、まあ、ハピナスに眠るが入ってると。あと、受けループに、ミラーの時に最終ターン眠るが割と強かったりするから、まあ、あって悪い技じゃないかな。まあ、ステロが欲しかったり、デンジャーが欲しかったり、
ね、瞑想があるから地球投げの枠トラータにするとかも、まあ、選択肢にはなってくると思います。まあ、投げだとただレヒレとかドラン削っていけるから、その辺はまあどっちでもまあ悪くはないかな。あとこいつになんだっけ、シャドーボール入れてクロバドどうこうみたいな、まあ、話もあったけど、どうなんだろう。まあ C がちょっとザコいからね。ラッキーじゃさすがに成立、ハピダスになったら多分できると思うけど、ダミゲーをちょっとして成立するかどうかよく考えるといいと思います。でラストの枠がここがずっとヤドランで使ってて、要はその熱風ネクロ受けれるようにヤドランだったんだけど、まあ、ドヒドイデになってて、まあ、ヘドロ取られてるんで、まあ、イヤノミ持って HB ですね。まああとダルマがきつかったからドヒドイ入れたんだけど、結局なんか地震がダイナドヒドって一貫するから、水枠は多分水枠がさすがに欲しくて、なんでかっていうとつらら一貫するから、で無道もつらら等倍入ってひるみあって結構分が悪かったりするから、まあ、ドヒドがかヤドラン、ヤドランだとトンボ返りが結構苦しいみたいなことが起きるんだよね。だからまあドヒドで熱風ネクロ、まあ、シャドクロネクロになんか殺されたからドヒドにしてるみたいな話はなくはないけど、でまあ技はこんな感じですね。まあ霧か毒かみたいな感じだと思うけど、なんか毒の方が好きだけど霧の方が多分勝てる場面が多いかな。詰まなくなるから受けループで、あ受けループ相手ってことじゃなくて、僕が受けループ使ってる時にそうなんか受けループを詰ませるポケモンがいるんだけど、ランクルスとかクレセリアとか、まあ無限大なんでマジフレあるからまあまあって感じはあるけど、まあ龍舞ドラパ考えても、まあ、黒い霧はあんま悪い技じゃないと思う。普通に強いと思うね。あとミミッキュに後投げから黒い霧打って無動化ダイナ絡めて受けるみたいな動きがあるから、黒い霧は意外と有用っすっていう感じで、まあなんかね、僕が考えてたけどまとめられなかったのが、多分このハピナスバンギラスの枠のなんか被ってる役割対象をうまく圧縮して別枠にするとかかな。まあ、ここをイベルタルに、無限大のイベルタルにすると、クロバドをバンギで見なくてよくなるから、まあ、ハピナスプラス抜け人とかっていう形にはできなくはないかな。ああ、それちょっと面白いかもな。バンギいないと困んの。まあ、主にでもクロバドだよね。だからまあ、抜け人。ただまあ、抜け人がどこまでやれるかっていう、そのステロカスなどっちかです。絶対死ぬわけだから。ああ、まあでもクロバドと、あれか、カバルドあんま同居しないか。いやでもクロバドを使ってる人って絶対イベルタル重いから、まあバンギラスかなんかが入ってきてみたいな、その辺が結構難しくなっちゃうから、って感じはあるかな。まあだからゼルネアスを完封できる分、ハピナスの技構成をゼルネアスを無視した構成にできたりして結構面白いとは思ってるんだよね。だからその辺でうまく多分枠を入れ替えるっていうか、入れ替える、なんかそのそうだね。で、イベルタルが入ると、多分なんか、バンギラスとエアームドの枠を微妙に圧縮できんのかな。まあ、ランドロスに受け出し、別に成立しないから、多少あれなんだけど、まあ、微妙かな。あとなんか、ヌオの枠を本当に工夫したい。ヌオの役割対象が本当に出したのしかいないからね。それが、あとなんかその対面から、ヒードラにちょっと強めっていうぐらいで、まあ、草ゼット持ってたら普通に死ぬし、その辺が難しいかな。だからなんか微妙に、そうね、枠の被り方が、ドヒドとヌオとか結構役割対象近いのと、まあドリューザヌオじゃ見れないから、だからヌオじゃ全然見れないんだよね。だからなんかヌオを強く使えるんだったら多分、ザシャン軸に対してかなり勝率稼げるのと、まあヌオが単純に強く使えたら強いポケモンだから、そうな、だから多分イベルタル使う人って、ラキヌオになるんだよねって思ってるかな。で、ラッキーがその、ステロ電磁波とかで、要はそのイベルタルの投資を、投資やすくするみたいな、サポート性能もあるから。で、ラッキーって結構B も意外と、硬いから、無理やり突っ張って、ステロ巻いてみたいな、動きも取れて、立ち回りの幅は広いと思うんだよね。だからまあ、まあ相手の裏次第ゲームになっちゃうところはあるから、それが難しいかな。僕結構相手の裏読むの苦手だから、って感じかな。あとまあ、無限大なのにヘドバック入れたら、レヒレに、
勝率稼げ、まあその辺は多分終盤のポケモンの増減を見て、で終盤突然増えるポケモンが絶対いるから、なんかそれに対してちゃんと並びを崩さなければ基本的な動きとか性能とかパワーが落ちないから、うまく技構成変えたり、なんか役割対象ずらして、実はこっちで見れるようになってるみたいなことをやると、多分まあまあ勝てるんじゃないかなとかって思ってますね。まあ、あと基本的にはその受けが成立して負けないっていうのはちゃんと考えられて作られてる部分があるから、例えばそのなんていうの、アクーラオスでハチマキ暗黒強打でもダイジェットなければ、ダイジェット考えない前提だったら、まあ、無限大の引きで間に合うとかっていうのは結構その硬い安定行動取れるプレイングが多いから、その相手からは見えない安定行動を作っておけると多分勝てるんじゃないかなとかって思ってますね。まあ、そんな感じかな。あ、多分入ってくるポケモンとしては、まあドヒドリの枠がヤドランかどうか、ハピナスの枠がラッキー、あと多分バンギラスの枠にブラッキーとかだけど、クロバナのその匠から破壊光線媒体のダイアタックは普通に無理っぽいから、ダイマックスタクがかなり強烈っていうか、ダイマ切っても、でもダイマ切った、そのブラッキーでダイアーク打ってもダイマしてるクロバダが殺せないから、もうちょっと成立しないかな。バンギじゃないと多分、バンギも草技リフストとか打たれるのはきついから、まあ、そのリフストには無限大なで突っ張ってショックとかアストラルビットにバンギ引いてみたいな、多少そういう必要はあるから、まあ、タクが結構発生するけど、まあ、気合だねそれは。まあ、ただ逆にダイマックスって受けループにとって悪いことばっかりじゃなくて、それでバンギラス削れて、相手がじゃあ次もう一回例えばエナジーボール打って殺そうとしてくるのを、バンギラス側がダイアーク打ってなんとかする、で相手の裏を無限大ならダイマックスそもそもできないけど受かるっていう性能になってる以上、そのこっちがダイマックス切って無理やり対面的な動きした時に、相手の裏のじゃあ今度やばいよねみたいな駒が受け駒だから、その止まるようになってたりするから、例えばそのなんていうの、エアームドで、まあ、ランドロスが大丈夫な方だった場合の話と、イワナダレでひるまなかった場合の話だけど、その基本的にはエアームドがダイマックス近内でランドロスを止めれるように、止まらないんだけど実際は止めれるようになんかなってるから、そういう動きが取れる分、それを、まあ、相手視点はタクで、じゃあそのタクをさらにこっち裏呼んで、要はそのバンギ次エナジーボール打たれたら死ぬけど普通に椅子で突っ張るとかっていう、なんかそういう読み合いができるから、なんか多分2000以上で潜ってる時は結構そういう立ち回りが成立する場面があった気がします、僕の感覚だ、感覚というかイメージだけどなんで、まあ、そういう感じで、うん、あとまあ多分なんか目新しい、なんていうの、昔で言うそのなん、受けが成立しないからじゃあ攻め駒を絡めてみたいなのがあんまり、そういう新しい動きが多分作られてないから、まあ、ポケモンの型とか、あとそのあんまりバレてないポケモンを使うとか、その辺がまあ勝ちたい人のポイントになってくるんじゃないかなとかって思ってます。まあヤダンとかは結構そうだったかな、それで熱風ネクロ全部止めれたりしたから、あとカサハピーでカヨが全部しばいたりとか、うん、だから攻め駒もその受けループ崩しの方法1個じゃなくて2個3個って強い人は用意してるから、まあ、それを含めて裏までケアする、ケアするのとタクに勝つっていう結局タクに勝たなきゃいけないんだよね。まあそれは受けループずっと使ってれば多分だんだん慣れてくるし、読めるようになってくると思うから、その辺はまあまあ多分自分の連動みたいな、僕もねまだまだちょっと上手くなりたいと思ってるけど、だんだん慣れてくるもんだなって僕も思ってるから、まあそんな感じですかねっていう、20分ぐらいの動画になっちゃったけど、まあ、僕が今シーズン、だから今シーズンもルールこれで終わりだから、まあデフレするのは間違いなくて、その分順位は結構狙いにいけるから、まあ最終2桁初めて取りたいとか、そういうのあるんだったらめっちゃチャンスだと思うし、まあ頑張ってみる価値はね、あるんじゃないかなって、僕はちょっと、どうだろう、まあネットはないから、ちょっとやるかわかんないけど、むしろなんか来シーズン以降のさルールさ発表されてスパイクチャレンジルール来るのめっちゃ楽しみにしてるっていうあれはあるけど、まあでも多分動画は毎日上げたいから頑張って撮影して編集してのために、まあ対戦やちょっとやるぐらいはやると思うんで、よかったらまた見てくださいっていう感じです。じゃあお疲れ様でした。また明日の動画でお会いしましょう。バイバーイ。